茨城県道321号上膝下小川、停車場線日立大宮市下膝起点付近より撮影。これより、先の七内峠区間は、車両通行不能となる。茨城県道321号上膝下小川停車場線は、茨城県日立大宮市から JR 水郡線、下小川駅までを結ぶ県道である。日立大宮市下膝、 1959年10月14日、新たな県道として、中郡三輪村大技、上膝を起点とし、中郡山形町大技正規の下尾川停車場を終点とする区間を本路線とする県道上膝は、下尾川停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号321となり、現在に至る、福音。 曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法、郊外10月14日よりハット ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法。 第3245号昭和27年に活躍茨城県国地第58号より県道路線認定茨城県法号外10月14日より道路の区域変更道路の供用開始茨城県法第5601号 PP34 道路の供用開始道路の供用廃止茨城県法号外 PP12 道路の区域の変更 茨城県法第472号 PP23 県道の路線名及び整理番号の変更茨城県法第637ありがとうございます。